午後2時半ごろ、北斗市本町2丁目の堂々の交差点で、左折しようとしていたオートバイに後ろから走ってきた軽トラックが追突しました。警察によりますと、この事故でオートバイを運転していた40代とみられる男性が軽トラックの下敷きになりました。男性は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されています。 警察は軽トラックを運転していた70代とみられる男を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕して事情を聞くとともに事故の原因を詳しく調べています。